プロジェクト、ブルー地球 SOS は、ATX にて2006年7月2日より、同年12月2日まで、月1回放送していた SF アニメ。全6話。原作は、小松崎茂の SF 冒険活劇物語、地球 SOS。2007年1月から3月まで、独立 UHF 局などで、2008年1月5日から3月22日まで、 NHKBS2 でも放送された。2009年9月3日より、ディズニー XD、2012年3月16日より、アニマックスでも放送。インターネットによるアニメ配信サービスサイトバンダイチャンネルでも配信されている。画家である小松崎茂の絵物語、地球 SOS を原作とした SF アニメ作品。原作を活かした。 レトロフューチャーな世界像を特徴とする地球侵略もの SF である。冒頭に述べた通り ATX では毎月1回 ATX プレミアと称した1時間の特設枠にて放送した。このような放送形式のテレビアニメ作品は2001年から2002年に同 ATX で放送されたフィギュア17翼ヒカル以来となる。なお AT X プレミアでは毎回初回放送のみがノンスクランブル放送、リピート放送時はスクランブル放送での放送となった。2007年1月からの地上波放送ではオリジナルの全6話を全後編に分割し各編30分番組に再構成して全12話として放送した。NHKBS2 や ANIMAX でも同様の放送形態である。なお、 地上波では、提供画面及びクレジットは表示されなかった。また、ディズニー XD では、その前後編を2話ずつ放送するという、ほぼ ATX 版に近い放送形態となっている。西暦2000年、人類は公害を出すことのない究極のエネルギー、発生装置、g 反応機間を利用した爆発的な技術進歩と、調和の時代を迎えていた。そんな折、地球種と、 メトロポリタンとニューヨークをわずか1時間半でつなぐ超弾丸列車稲妻号が開通式当日に謎の光に包まれ文字通り消失するという奇怪な事件が発生した。偶然消失の場に居合わせた二人の天才少年は事件を調査するうちに世界各地で同じような事件が続発しているという事実を知る。 そして二人は国連が秘密裏に設立した地球防衛組織迷宮機関と関わりを持ち事件の背後に潜む恐るべき地球外生命体の陰謀から地球を守るために彼らの頭脳とそこから生み出される数々の英知を駆使して戦いを挑んでいくのだった。ボリューム1とボリューム4には再色済みモデルが付加される初回限定生産版と通常版がある。 2006年8月25日2006年9月22日2006年10月27日2006年11月24日2006年12月22日2007年1月26日発売販売元アミューズソフトエンタテインメント収録時間45分特定映像レーベルランティス早川文庫 JA として早川書房より刊行された全2巻 東の司さ、原作、小松崎茂、る、カバーへ、松竹徳行、松本文雄、ありがとうございます。